どうもどうも、今ねヨドバシカメラに来ております。今日グレンガーカ発売、市販独買ですね。これ10時からでしたよね、イベント。好きなように一礼らしいんですまあ自分がどんくさいんで、とにかく撮ることだけにしてて決定しましょう。あ、結構まあまあまあ思ったよりそこそこ大きいですね、うん、ドリルはすごい。これパッケージで、パッケージも結構なサイズですね。メカゴジラと同じぐらいかな、どっちかというと。そうですね。でどうしてもドリルがめっちゃ場所通るんで、すごい。でドリルのギミック電池ではなかったんですよね。あ、ここで回すんですね。あ、ここで回してで回転するんですね。なるほどね。また面白いこと考えてますな。面白い。これのギミック先うまく映らなかったと思うけど、まあ、これを回すと回るんですね。ちょっと渋みがあるんですけど、でもまあまあまあ電池いちいち交換する必要ないのは楽で、さっきごめんなさい映すの忘れたんですけれども、ブリスターの中でね細かくこの部品が開けるんで、はい、ということですね。説明書も紹介しますね。ヤマ君、ポリベトリストツヨーニコメ。彫金魂の。説明書と同様ですね。一般的なやつと同じく、とても丁寧ですね。あと、モルトベーニコロラートを込めて、微調合金。ポイントとか細かく書いてあるし。でも、コンティコンティコアミセムラ、モルトモルトキアロ。部品が全て揃ってるのは今の展示スペースの、ところがあるんですけれども、ここには全部部品が組みされてて、どれぐらいやっぱりドリルの数が多いのか見てて分かるんですね。で、首手パーツももう付属してるやつプラス6個もありますし、まあまあアイテムに関してはね申し分がないんですね。このようにドーンとセットしていって、で横で回したいときは手動で回す。金属の部分結構それなりにありますね、うん、300g か 400g ぐらいですかね。重さですか。重さ的に言うとですね、結構最近の賞金は割と金属がちょっと少ないって言われてたんだけれども、これはまあまあそこそこあるんですね。下半身かなり金属多いです。
あ、落としてますよ。結構金属多めですね。中に神谷さんのフィギュアが出てきます。で、明確のようにクリアプラスチックになってるし、で、頭も兜と取り外すことができるし、まあ、本当にね、いろいろ分離できるし、結構遊び応えかなりあるんですね。まあ、ここでね、触れ合いコーナーでできる限界のことさせてもらってるんですけど、はい、これ足の長さ見てほしいんだけど、もうこれはラガンモードで、これはグレンラガンモードの場合なんですけれども、見てのとおり全然長さが違います。ディフェレンサルでガンベクも見れて、ブルシオネラガン、ブルシオネグレンラガン、ほらここ何いらっしゃいませ、下に、うん、つま先持っていって、でこれをこのように開いて、で引っ張る、でまだ閉める。あ、クリックもちゃんと言おうとしてて気持ちがいいな。でこんな感じで伸びるわけなんです。ほうほうほう。今はどこにいるかといったら、グランフロント梅田の一番の9階の上なんですけど、まあ、ヨドバシカメラ と、アンテナショップ、バンダイさんのアンテナショップ回ってきて、ちょっと触らせてもらって、で、最後に、ちょっとね、自分の感じたことをここでちょっとだけお話しさせていただきたいんですけれども、個人的には想像してたよりは、いい玩具かなと思ったんですよ。もともと自分が購入の予定はないし、今もないんです。CCS トイズのグレンラガーヌ持ってるし、グレンラガーヌとてもいいロボットシリーズで熱いんだけど、どうしてもね、ザ・グレート・マジンガとか、俺にとって特別な70年代の80年代初版の、まあ、スーパーロボアニメとか、あのサンライズの黄金期ザブングルとか、そこら辺のものと比べるとどうしてもそこまでの思い入れがないから、1個だけさえ持てば十分ということで、俺はもう購入予定はないんですが、ですが思ったよりは良かったですね。あとは最終的に、まあ、ユーザーの意見がすごく分かれるのが、今回の色がそのマットなんですよね。 CCS トイスがメタリックなんで、どっちのが好きなのか。今回は本当造形は丁寧で、もう本当にアニメに大変近い感じが僕受けました。 CCS トイス系のものの方がゴージャスな感じはすると思います。だけどグレンとラガンは完全に合体するし、まあ、ラガンの足の伸縮ギミックとか、まあなどなどいろいろあって、で顔がもう動くし、顔を開くと中に神谷さんのフィギュア入る、まあフィギュア出せないけどね、フィギュア入ってるし、いろいろな作りは、まあ凝ってるなのは凝ってると思う。で、足は、まあ足ぐらいだと思うけど、まあ重たいんですね。結構まあ金属は使ってます。あとは色ですね。ほんと好きかどうか。で、手に持ってると、超合金という感じなんだけど、がっしり感は、なんと言ったらいいのかな、 CCS トイスの方ががっしり感がするかなっていう感じがします。まあ、そんなもんかねってあるとしたら、であとなんと言ってもあのドリルのね、あれはどう思うのかねっていうことなんだよね。
あれはもういらんやろ、なんでプレバンで別に出してくれんかったのかって思う人もいるだろうし、個人的にはですね、まあ確かに近くで見てみるとおいおいこれどこに置くねんっていう感じで、絶対ショーケースに置けないだろうし、でシュートで、でしかもこのこうやって回すような感じではなくて、このガガガギザギザとしたあのシャリみたいなものをこうやって回さなあかんから、結構爪力入れてうわっと回す、うわっと回すんで、簡単に気持ちよく回せるようなものでは正直な話なかったんですよ。まあ指の筋トレになると思ったらなるまあその分、まあ電池の交換は必要ないかもしれないけど、どうなんでしょうかね。まあドリルの造形も悪くないし、あのもうちょっとその機械なんかなかったのかなっていう気がする。ちょっと回しづらいのは多少回しづらいかなと思ったんですよ。うん、でも台に邪魔にならないんで、あの仕掛けは別におそらく 99.9% の人回さないだろうから、まあまあ台座もちゃんとあるし、当然だけど、まあ、悪いものではないけれども、値段もいかんせん高いんだね。うん、僕が見て触った感じたのは、1万円安かったら、まあいいのかなっていう感じです。正直な。だけど、いいものであることは間違いないですね。はい。ということで、今日の、超金魂 GX107、グレンラガンプラス、巨大ドリルセットを、ついてちょっとファーストインプレッション触ってみたっていう動画を、ごめんなさいね、自分こうてないけれども、店で触ってみてちょっと意見述べさせていただきました。よかったらまた次の動画でお会いしましょう。はい、帝国デストロンでした。またね。